マリアマゴンザレスの裏社会ジャーニーです。本日も皆さんと一緒に社会の裏側について勉強していきたいと思います。今回、社会の裏側を教えてくださるのはこちら、生島まりかさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。まあ、前回もね、衝撃的な、欠物のお話をしていただきましたが、今回話していただくのは、マルサの女2のモデルになった話でございます。マルサの女2っていうのは、もともとはその、まあ、今おっしゃったように、実話なんですが、それも映画化されたんですけども、まあ、それは私が当時14歳の時に、起こった話なんですが、まあ、それが事件になっちゃって、はい、新聞とか、まあ、いろいろなことになっちゃって、それを、まあ、伊丹十三監督が取材に来て、それを映画化されたという話ですね。ですね。はい。はい、どういう事件だったのかをちょっとマリカさんにいろいろ聞いていきたいと思います。14歳の時、はい、一体何をされてたんですか、その当時。ストリートでね、街でこう寝泊まりしてたんですよね。なんでまたそんなことになってるんですか。お育ちはちょっとコンビニ挟んだところにいるといいとこのお嬢さんだったと。貧しい家のことではないですね、決して。はい、いいところのお嬢さんがなぜそのストリートで暮らすの。母が亡くなりまして、13歳の時に中学上がってすぐですかね、父が後添えを直ちにめとって、そのママ母って言われる人と私が良い関係ではなかった。で、まあ、父から、まあ、出て行ってくださいってお願いされたのででも出てけと言われてもさ、14歳じゃないですか、どうするんですか。なんか家用意してくれたらそういうことでもなくね。そういうことでもなく出て行ってくださいっていうことだったんでママ母が来てから、あんまりこう、なんていうのかな、お食事も私だけ別に、とか、その、すごい気を使う生活、まあ、居づらい、家は狭くなかったんですけども、まあ、ちょっと、なんていうのかな、居場所がなくて、家は広かったんですけど、なんで、そう、夜、こう、ね、お出かけしちゃうようになっちゃった。まあ、家が、その、心斎橋からすぐ近かったもんですから、ディスコ行ったりとか、まあ、友達の、お店のお母さんのお店とかに、まあ、遊びに行ったりとかするんですが、まあ、帰ってくるのも遅いじゃないですか。近所の人も見てるし、世間体が悪いってことで、お友達たくさんいるんだったらお外で暮らしたらいいんじゃないのみたいな感じになっちゃって、ちょっともう家族関係いざこざあって外を出て暮らすといっても、どういう暮らしになるんですか。飲み屋のなんかクラブとかのなんかスカウトとかもあったんですけど、ほぼほぼディスコにいましたね。今さらっと流しましたけど、スカウトのスカウトあったんですけど、14歳ですよね。そう、モデルのスカウトとクラブ、高級クラブと言われるとこですよね。168センチあって大人に見えたのかな。パッと見はじゃあ夜遊びしてても違和感ないぐらい、もう大人の女性の雰囲気を漂わせてた、まあ、21ぐらいには見えたんじゃないですかね。はいはい。で、14歳の、マリカさんがストリート出て、まあ、いろんな形で、こう、夜の街と、こう、接点を持ちながら、それでも、こう、食いつないでいくというか、ディスコいたりとかして生きていくわけじゃないですか。はい。で、そこで、マルサの女2で、出てくる、そのモデルになる、人との出会いっていうのは、どういうタイミングで、どういう形になってくるんですか。出てすぐに、まあ、行き場がなくて、まあ、クラブにスカウトされたところ、でバンスって言って、まあ、借金を背負って、まあ、部屋を借りるわけですけど、借金の肩代わりみたいな10代前半の子が使うセリフではないんですけれども、そういう状況になっ、はい、肩代わりで どこに行かれた。後で気づけば自分は売られてたんだなっていうのは分かるけど、その時は、まあ、肩代わりしてくれたママの用事で、まあ、ちょっとついてきてみたいな感じでその会社に行ったんですよ。まあ、大阪の梅田の戸賀野町っていうところにありましたね。でその会社に入ったらドアを開けると、そこに三蔵法師みたいな格好の人がいて、三蔵法師三蔵法師ってことは お坊さん的な。そうですね、はいはいはい。でその方が電話中で、まあ、コンドームの経費がいくらかとか、ティッシュが多いぞとかなんかそういう話をされていたんですね。うん、僧侶っぽい人の口から出てくる単語ではないですよね、なかなか。まあ、なかなかないので、はい、それでその電話が終わるまでお部屋の応接でママとも並んで待ってたんですよね。うん、会話がもう一部始終聞こえてくるわけ。その時点でそこ何だろうと思いました。
わかんないですよね。僕もちょっと多分それいきなりポンと出されたらなんだここってなると思いますけど、うん、そこでどういうふうな会話をその後なされていくんですか。そこで、うん、まあ、私とママが並んで座ったんだけど、はい、そしたらその電話を割られたそのお坊さんの格好した人が冗談やなと、うん、なかなか可愛いと、うん、だけど未成年やからお店で使うわけにはいかへんやろと、うん、それはママとしてはそのお坊さんに何らかしらの形でこうマリカさんを働かせたくて連れてきて面通ししてるみたいな感じだったんですかね、うん、まあ、こんなんいますけどっていうことはなっちゃいます。そこからどうなってくるんでしょう。まあでもお店で、まあ、その坊さんがどうやらママのスポンサーで、うん、そのお店を新しく店を出店するんだけど、そこの、まあ、禁酒と言われるスポンサーに挨拶に行くから一緒に来なさいみたいな話でもそこで伺ったんですが、うん、でその人が、うん、まあ、ママのスポンサーであるってことは、はいはい、なんとなくその状況から察してますよね、はいはい、でそこからでも使えないぞと言われた、うん、でも借金はある、うん、マリコさんそこからどうなってくるんでしょうか。そこは使えないぞって言った後に金庫から後ろにものすごく大きい金庫があって封筒を出したんですよ、うん、こんぐらいの、うん、それをママに渡したんですよ。でガチャンと閉めてその日はそれで終わり。はい、今登場したコンドームの話とかしてたそのお坊さん、それがマリさんの女通で三國連太郎さんが演じていた、まあ脱税僧侶というかそういう方なんですね。そしてその愛人役野口より子さんが演じていた女性こそがマリカさんだったということなんですよ。まあなんとなく事件の構図がもやっと見えてきたと思うんですけども、お坊さんでありながら夜の世界、風俗の世界とかそういうのにこう商売をしていた人が謎の僧侶ということなんですよ。実際お名前ってもうその人のお名前っても出していいんですよね。まあもちろん伊藤義文、はい、さんです、うん、まあ伊藤館長と呼ばれていた方ですね。館長はまああのお寺の役職、はい、でやっていたお寺が四品寺というお寺で、はい、まあすごい古い歴史のあるところなんですよね。作品中ではあの道口由里子さんが成人してない女性として登場して、でそれを愛人にしていたというあの形で描かれてますが、実際のところマリカさんどういう関係性になっていったんですか。その実際のところは道口より子さんはセーラー服を着ておられるので、うん、まあ、そこで多分未成年ということを表現されてるんだと思うんですが、まあ、あの私は伊藤館長の子供は産んでおりませんが、あの内容的には大体あんなもんですね。まあ、当時伊藤館長って多分40代ぐらいですよね。44とか42とか若かったですよ、うん、まだ。どんな感じの人だったんですか。白髪なんだけど、まあ、ちょっとシュッとして、まあ、色が白くて、うん、なんか清潔感のある、まあ、素敵な男性でしたね。うん、もうその人とあのそうやって出会っていって、あの実際にマルサっていうねあの映画で分かるように、その後伊藤館長は脱税があのめくれていくわけですけれども、あのマリカさんと一緒にいる時にその事件が起きたんですよね。そうなんですが、事件化したのは私がきっかけでした。はい、それってどういうことでそのきっかけになったんでしょうか。私があのちょっと街で、まあ、家をこう出されていた間に、まあ、冒険をしてたわけですが、その間にその友人のなんかミニバイクなんかを運転して、うん、で無免許じゃないですか。でミニバイクなのに、まあ、2人乗りで乗ってたもんだから警察に捕まって、でそのまま留置されたんですよ。それが南区だった、まあ、今中央区なんですが心斎橋だったんでね、うん、それで私大人に見えるから留置所に掘り込まれたわけですよ。でも名前を言いなさい、年齢言いなさい、住所言いなさいって私黙秘してたんですよ。で言えませんよね、もう家に帰るのも親とは決別したつもりで出たので、うん、あの3日間ぐらい黙秘してたら、たまたまその日もね朝からこうなんかつながれて同じこと聞かれに取り調べて行くんですが、うん、その途中で少年課の人が私を認めて、おおめえって言ったんですよ、うん、するとおこれ中学生のはずやぞみたいになって、まあ、私その小学校が中学校の時に友達の お母さんのお店に飲みに行った時に補導されて、たまたま名前が目立つから上がってたんですよね、うん、まあ、親もちょっと有名だったし、うん、それでなんかその少年課の刑事が私のことを覚えてて、で大騒ぎになって親にすぐバレちゃって、でママ母が迎えに来て、で、まあ、それで帰らざるを得なかったわけですよ、うん、で家にいたんですが、そうすると私を雇おうとしていたそのクラブのママが伊藤館長と
なかなかしちゃった。お見せするしないのお金のことで、はい、それで恨みに思って私のことを父に告げ口したわけですよ。うん、伊藤ってやつがあんたの娘をねこうしたよああしたよみたいな感じで。伊藤館長とお父さんは交流とかは持ってた？一回会いましたね。それはどう？もうすっごい嫌なシチュエーションですけど、その純子ママの家で行ってまた遊びに行ってたんですよ。そしたらお父様から連絡があって、明日伊藤さんの家に行くって言ってますって言われて、はぁ、あ、みたいな、うん、なんでうちのお父さんパパがあのお父様がその伊藤さんと知り合うことになったのって言ったら、ママ純子ママがクラブのママがお父さんに言いましたとそれで次翌日私熱が40度あるのに車に乗せられて、父はその家庭裁判所の OB 連れて伊藤さん家の66層、芦屋の66層に行ったわけですよ。で大喧嘩になった。まああのマリカさんが家を追い出されて、でそこのあのまあまああの生活費というかお金を貸し付けてくれたママ、そのスポンサーが伊藤館長だったと。で伊藤館長とママがちょっと仲違いをしてしまって、でそのママがあのお父さんに情報を流して、でマリカさんのお父さんが、まあ、自分の娘がねちょっとこう愛人になってたんだっていうことが分かって、それで乗り込んでいったというお話ですね。はい、続きはどうなったんでしょうか。そうですね、まあママが恨みに思って父に焚きつけちゃったもんだから、父が伊藤館長と会うことになりました。で私も一応当事者として連れて行かれて、うん、でまあ伊藤館長のお家に行ったんですよね。私も大体豪邸慣れてるんですが、ちょっとないぐらいの豪邸でしたね。それで伊藤館長の方は、まあ、私がディスコで遊んでるような男の子たちとか、その、まあ、ヤクザのあの人とか、まあ、何人か並べていて、で私の父、私で私の父が連れてきた家庭裁判所の OB、うん、で純子ママっていう並びでまあ通されて話が始まったんだけど、伊藤館長はすごく何だろう、私のことを可愛がってくれたんで、うん、父を非難したわけですよ、うん、まあ、こんないい子を自分が再婚したことで追い出して、今更あの俺の娘に何するんだとか、そういう話じゃないだろっていうことで、伊藤館長は私の父を非難しましたね。それに対してお父さんはどう？なんだこの野郎になりますよね。うーん、私を挟んで言い争いになりましたね。うーん、でもそれってその決着ってその場ではついてくるんですか？うん、玄関で伊藤館長が決定的にうちの父を怒らすことを言っちゃったんですよ。うん、私を養女にもらうから、うん、18になって俺のところに来いと。で奥さんもいらっしゃったんだけど、奥さんにマリカを養女にもらうからなって、分かったなって奥さんに言ったんですよね。さあ奥さんが分かりましたと、マリカさんいつかもいらっしゃってくださいってやったんですよ。でもそれはもう奥さんの方もなんかすごいですけど、うん、お父さんもでも今度はこう引っ込めようがないですよね。まあ俺に恥かかすのかっていうことになるんで、俺を怒らしやがってお前後悔するから今日はおとなしく帰ってあるけど今見とけよっていう感じで帰りましたね。私引っ張って帰られて、その時はもうマリカさんのでも気持ちとしてはどっち側にありました？そういうことじゃなくて、ああなんかあってもここ来ていいんだなっていう。ああ、その自分の中ではなんか大ごとになってるなっていう感じとかもしなかったんですか？本当ですね、何とも思ってません。じゃあそれでお父さんに連れられてファッとこう帰るじゃないですか。そうですね、また覆いかぶさるように一言言ってましたけどね、戻ってこいよって俺の娘にしてやるよって言ってました。どっちもすげえなー、こんな親父といるんじゃねえみたいな。ここまででも壮絶ですか。事件はさらに進展を見せるんですよね。そうですね、あの実際に今度 お父さんがあの動いたのかどうかわからないんですけれども、あの伊藤館長が脱税で逮捕されるんでしょうね。でもそれは父ですね、まあ、はっきり自分で言ってましたもんね。あ、そうなんですか、はい、試験、の方に、まあ、お父さんが垂れ込んだんじゃないかということなんですけどね。そこら辺もちょっとさすがにねわからないところもあるんですが、まあ、分かってるところわからないところいろいろありますけれども、でとりあえずでも試験は動いたのは間違いない。でそこでマリカさんはどういうふうに関わっていくかっていうと、はい、まああの、あ、話いいですか。いいでしょう。あの、まあ、家に連れ戻されましたよね、はい、それから1ヶ月しないぐらいから、うん、家に大阪府警本部の刑事が、まあ、4、5人毎日来るようになったんですよ、うん、私に会いに。それはあのマリカさん事情聴取をしに来てるってこと。まあそうですね、うん、どういうことを聞かれたんですか。
あの刑事さんがあのお家に来まして父の応接室に通しますよね、うん、そしたらまあ同じことを聞くんですが、毎日伊藤館長とはどういう関係でしたか、男女の関係ありましたか、ありましたよね、ありましたよね、ありましたよねっていう話を2時間ぐらいされて、でいやないです、知ってますけどないです、ないです、ないですっていうのを繰り返しを、まあ、2、3ヶ月ありましたね。捜査機関側としてはマリカさんが伊藤館長の愛人であったということを本人の口から認めさせようとするということですね。まあ、私が14歳であったものですから、うん、未成年で肉体関係があると罰せられるじゃないですか、淫行ですかね、うん、はい、まあ、それを認めさせたかったような気配はしてました。うん、マリカさんはそれはあの認めることはなかった。そうですね、私は実際に関係は何度かありましたけれど、認めることをすればどうなるかっていうのは分かっていたので認めなかったですね。うーん、警察側としては認めさせようとして、でマリカさんは認めないということで、でそのやり取りがまあ 2、3 ヶ月でした。ありましたね。続いて毎日来ました。毎日来て、でそれがどういうふうになったのかと言いますと、全く別の角度から伊藤館長が逮捕されてしまう。そうですね、あのうちにだから警察の方が毎日こう日産するわけですけれども、その間に父から、まあ、実家に戻されてたので、まあ、父からお前早く認めろと、あのなんで警察の本当のこと言わないんだと、言いなさいとってことを、まあ、言われたいけど、その時点では親父の企みだなっていうのはなんとなく薄々は感じていました。それで3ヶ月ほどその拒否してましたよね。そういうことはない、ありません、知ってるけど関係ありません、ただの知り合い。そうしてから3ヶ月ぐらいしてある日、刑事の方がピンポって来て、で、まあ、通したんです、いつものように。すると、いつもと態度が違って、強情やなと。今日はちょっと違うとこ来てもらうでってことで、カチャカチャみたいなになって。手錠かけられた。手錠かけられたような気がします。なんかあの、はっきり覚えてないけど、そういう装備にされて、一旦大阪府警、大阪府警じゃない、南署、その当時の南署ですね、今の南警察に連れて行かれて、そこの、なんかすごい迷路みたいなとこ行って、で井上藩ってこう木の板で書いて、墨字で井上藩って書いてあるところの部屋に、ここはちょっと違うぞみたいな部屋があって、うん、でそこに入れられたら、まあ、あの今でも忘れないんだけど、あの白髪の井上藩長がいて読み上げたわけですよ。私をここに連れてきた権利を、お嬢ちゃんなと、君はなかなか根性が座っとると、うん、だけどあの警察の人たちも伊藤を逮捕するために何ヶ月も動いてると、で素直に話して認めてくれへんにやったら頭冷やしてもらうでっていうことで、カーテン全部閉め切ったの場に乗せられて、はい、どこへ行くのかなみたいになっちゃって、着いたら勘弁されたんですね、扱いがものすごい犯罪を犯した人のようなこう扱いされてますけど、すごい脅されましたよね。これを認めないと君は今14歳15歳の前だけど、あの10代を全部少年刑務所にで過ごすことになるけど、それでもいいんだなっていう脅され方はっきりしましたから、そんな今やったら大問題ですよまあね、いかに府警がちょっとね荒っぽいとはいえ、それはないっすよね、さすがに。で私はその大阪府警本部の井上さんに、はい、いや私そんな5年も6年も少年刑務所に入れられるようなこと何もしてませんと。もう警察側としては不純陰性行為だと、もうそれで5年行ってもらいますと。それでそこから実際にどうなる、番がついたのは、まあ、いわゆる大阪少年鑑別所っていうところだったんですよね。そこでバサンバサンって開いて、私一人だけだったんですよ。でなんか入って、そしたらもう衣服脱がされて、穴という穴を全部見られて、服用意されて、なんか全部サイズとかで、3日間は個室っていうか、なんていうの、独房、独居用ですね、はい、でそこに過ごしましたね。当時はあの刑務所に入れられる女の子っていうのは、売春、シンナー、覚醒剤、こんぐらいですよ。で私はちょっとごめんなさい、そういう人たちと関わったことはなかったので、団体に入れられるのものすごく嫌だったわけですよ。絶対一緒に過ごせないと思って、それでまあ独房、単独を、まあ、希望したらそこに いたんだけど、約1ヶ月が最長なんですけど、結局最長の期間入れられて、3日過ぎて4日目か5日目ぐらいに、検事が会いに来てると言われたんですよ、はい、少年鑑別所の、まあ、刑務官に、検事って誰ですかって、検事みたいな、
カタカナのケンジがまず真っ先に浮かびますよね。ケンジ誰みたいな。そしたら大阪府警、あの大阪警察庁のケンジさんじゃないのって言われて、あなた何やったのって言われて、でも会いに来たんですね、向こうが。そうです、だから80年代だから、その少年鑑別所に検事生ですけど、検事生が会いに来るなんてまず多分初めてだったみたいで、その施設の側としても何やったんだこいつって感じ。何やったのって何回も聞かれて、何も言ってないですみたいな。気も座ってますよね、マリカさん。なんかその時点でそのやり取りだけども普通だったら挙取るじゃないですか。まあまあそこはいいとして、でも検事から言われたのが、うん、面会ってことなんで、はい、大阪のなんか検察庁の検事生が来てるっていう説明されて、うん、でまあ座って直すかみたいな感じ、どうしたんですかみたいな感じになったら、僕が今日来たの分かりますかとか、分かりませんって言って、うん、でその向こうの用事は何だったんですか。まあ警察から検察に引き継がれたっていうことはその時点で分かったんですよ、うん、で警察の人がなんか同じこと聞いてると思うが、まあ君は伊藤義文を知っているかねみたいなことを言われて、まあ知ってますと、君は伊藤館長の愛人だよねって言われて、いや愛人じゃないですと、で冷え借りてもらってたよねみたいな、うん、それはたまたまあの寮みたいな形で住んでましたと、うん、でまあそういうやり取りがあって拒否、まあそこでも私はそういう関係じゃありません、男女関係じゃないです、ただの上司ですみたいなことをやりました、うん、でホテルの領収書が出てきて、もう言わんでいいよってなったのって、それのやり取りは何日後でした。それはね3日4日ですよね、うん、それでガサを帳取ったんですかね。ガサ帳誰が取ったのかちょっと分かんないんだけど、とりあえず1回か2回来て、でその後に、まあ、1週間考えておいてって言われて、あのこのままだったら少年刑務所からってなって、で1週間私は考えたわけですよ。やばいなこれって、本当に刑務所、少年刑務所5年もやばいぞ、どうすんのみたいな、このままねしら切っていくのかってなってたら、1週間後に考えがまとまらないうちにまた面会が1週間後に返事を聞きに来たわけですよ。そしたらすいませんまだ返事決めてないって言ったら、ああもうそういうのいらないって、あの君の部屋からお父さんの許可もらって、あなたの部屋から領収書が出てきた、ホテルプラザの福島ので、君はそこで天ぷら食べてスイートルーム泊まったでしょって言われて、だからもうあの供述いらないんだわって言われて、で検事にすっげえ同情された、えらいお父さんだねって。はあ、なんか気持ち的にはどうですか、お父さんに売られた感じありました。もちろんもちろん、要するに自分が伊藤を潰すって決めたから私を利用してるっていうのは分かってました。お父さんのその一連のまあ復讐というか仕返し、もう俺に恥かかせたいっていうことですよね、うん、まさにそれに、まあそれですね、潰してやるよってことでしょう。マリカさんはその後そこからどうなったんですか。家庭裁判所で裁判がありましたよね。うん、裁判の結果は、警察の人、今でも覚えてるんだけど、川坂さんっていう井上藩の川坂さん、まあ、ちょっと最近まであの連絡はっていうかあったりとかしたんだけど、川坂さんとかその検事なんかは、検事生なんかはすごい私に同情的だったので、まあ、とにかく裁判ではこう言いなさい、ああ言いなさいってすごい言われたんですよ。実際家庭裁判所の裁判で裁判長にちょっと逆らっちゃったんですよね、私確か。なんかこう気に食わないことがあったの。気に食わないというか、まあそうですけど、純子ママとかその辺の人がなんかこう、まあ証人とかいろいろ連れてきて、細かく覚えてないんですけど、わじゃわじゃやったんですよ。そこで私は、まあ、反論して、なんだかんだって言っても、あまりふんふんっておとなしくなんでもはいはいと言わなかったのは覚えてますね。それで、まあ、裁判官が保護観察つけちゃった。20歳まで。20歳まで、はい、長いっすね。そんな長い保護観察って普通あるんですか。14歳から20歳まで保護観察ついたんですよ。でもちなみにちょっと話はちょっと壮絶なマリカさんのそっちも壮絶なんですが、もともとのそのまあまあまあ今回のテーマである伊藤館長はその後どうなったんでしょうか。鑑別所から出された時に、うん、まあ実家に戻されますよね、うん、そして、まあ、自分の部屋にテレビあったんですけど、テレビをつけた瞬間、あ、ダメだと思いましたね。何を見たんでしょうか。いやもう連日ワイドショーで、うん、ロリコン坊主、その少女、愛人少女 A、14歳、私ですよね。で、どうしたこうしたっていうのを結構長いことやってて、自宅の上をヘリコプターがバラ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 って飛んでるじゃん今みたいな。格好のネタですよね、ワイドショーからするとね。うん、マリカさんも、まあ、
巻き込まれて、そのニュースとしてもどんどん大きくなっていって、少女 A として登場して、その坊さんが14歳の愛人を囲っていたとか、ワイドショーで扱われている。でそれだけじゃなく、伊藤さん、伊藤館長はあの脱税でもその後逮捕されてしまうんですよね。そうです。だからまあ、あのだだあの逮捕するきっかけとして、まあ、未成年銀行で、はい、まあ、引っ張っていくのが目的だっていうのは、まあ、それはもうあの警察からも警察からも14歳の時に聞いていたので、だからこそなおさら認めることはできなかったんですよ。うん、伊藤館長は数十億円の脱税、もう本当巨額な脱税、をしたとして、まあ、逮捕されるんですけれども、すごくこうね、今先の前中川さんの話でも出た通り、ワイドショー等と当時賑わせました。でその後に伊丹十三監督がそれを映画に使いたいということで、前中川さんのところに直接取材に来たんですか？その事件があってすぐだったと思うんですけど、大阪に北新地のピアジェっていう、まあ、老舗の店があって、そこのオーナーが、まあ、芸能界と太いなんかパイプがあったんですよね。でそのそこのクラブのママから先に連絡があって、で伊丹十三さんが、まあ、アメリカに会いたいって言ってるんだけどって、何のことなのって言ったら、まあ、その館長のことでなんか聞きたいらしいよって、まあ、最初お断りしたんですよ。そしたら次にその、まあ、義理がある、まあ、何回か飯をご飯をね、お食事を、まあ、ちょっとご馳走になったことのあるような方に、まあ、あのお願いされて、三國健太郎さんを通じて、まあ、お話来てるから、まあ、ちょっとそこは聞いてやってくれないかっていうことで、まあ、会いました、うん。どういうこと聞かれたんですか？まあ、あれましもそうだし、うん、そのどういう人物だったかとか、二人で過ごしてる時はどんな風でしたかとか、うん、まあ、そういうことを聞かれましたね。うんうん、まあそういうふうなあの監督との、まあ、話を経て、でそれであの映画に使っていいかみたいな感じで聞かれたんですか？その時は一切その話なかったです。だから、うん、伊丹監督が何をしてる人かっていうのもあんまり興味なかったし、うん、映画監督だけど映画の作品にしたいから来たとも思ってなかったし、聞かされはしなかったですね。ただ三國連太郎さんを通して、うん、伊丹十三さんが私と会いたいって言ってるっていうことだけで、まあ、とりあえず会ってくれっていう、話聞いてくれっていうことだけでした。で行ってその話になったってことですね。映画は実際にご覧になりました？はい。どうでした？なんかすごい苦々しい気持ちで見ましたけど、うん、道口由里子さんがご自身を演じてたじゃないですか、うん、はいはいはい、それに関してはどう？いや別に綺麗な人だなぐらいの自分のことをこう別の人が演じてこうやっているという、はい、その不思議なこう感じになるじゃないですか、うん、そこはこうどうだった？すごいなんか客観的とかすごい冷め、なんかこう、あ、こういう風に撮れてるんだなとか、うん、私子供は産んでないんだけど子供を産んだことになったんだとか、脚色がここは入ったんだなとか、うん、映画化するんだったらこれぐらいちょっと大げさにやんなきゃいけないのかなとか、まあ、そういうのはありましたね。そういう見方しかもうできなかったですね。どのように描かれているのか興味を持った人はぜひマルサの女2を、見てみてください。ということで今回はどうもありがとうございました。福島まりかです。2冊目の本空の花が発売されております。概要欄にリンクが貼ってありますのでよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。